あ、こんばんは。皆さんいかがお過ごしですか。今日は金曜日ですね。今週は頭が髪の毛ボサボサですね。相変わらずね。髪の毛が立っているんですけど、相変わらずですね。目はなんとか開けてます。はい。今週はですね、中に、勤労感謝の日という祭日がありましたので、今週1週間はあっという間に過ぎたような気分、心地がしているわけでございますが、もう明日は土曜日、そして明後日は日曜日でございます。あっという間に週末ということでございますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は相変わらずから元気で仕事をやっております。年内は無休です。年中無休でやろうとするんですけど、なかなか休めない、休まなくちゃいけない日もあるんですけども、今年は何日休んだかなというと、ふと振り返ってみると、思い出せません。365日、1年はあるんですが、通常はやはり360日はですね、働こうというふうに思ってる次第なんですが、多分今年は360日ぐらい、働けるんじゃないかなというふうに考えている次第でございます。で、1日何時間働くかっていうのは、計算しないといけないので、そんなことを今計算する、場合じゃないということでございまして、それでは今日も早速始めます。今日打って変わってです、前回はバイオマスのバイオガスを発生させる、メタンガスを発生させる、メタン発酵ですね、それも蓄粉についての、糞尿についての、メタン発酵についてお話申し上げたんですが、今回打って変わってですね、なんと COP17、COP17 ですね、17についてのお話を申し上げたいと思います。11月28日、もう間近に迫ってます。COP17、COP17。これは何かというと、具体的に説明するとですね、国連気候変動枠組み条約第17回締約国会議という、相当長い名前がついております。これについて、これについての会議が11月の28日にあるわけですね。世界各国が集まって、新興国、途上国、そして先進国、すべての国が集まってこれといいますか、会議を行う。どんな会議を行うかというと、やはり地球温暖化ですね。いかに地球温暖化を防ぐかというのを、全世界が集まって会議をするということなんですね。で、この17、17がついている会議においては、今年で17回目ということになるわけでございますけども、ここでポイントになるのが地球温暖化でして、その中でも最も議論の対象になっているのが CO2、二酸化炭素ですね。それぞれの国がですね、二酸化炭素、CO2 を排出するんですが、この排出ですね、これについてずっとと言いますか、従来より議論が行われているわけです。この排出の量ですね、パーセンテージはですね、従来よりですね、1990年比で比較された数字に基づいて、各国がこれを削減しようということが決められたのがですね、2005年の京都議定書、日本で行われたこの、会議なんですが、その際に決められたのが京都議定書であって、その際に日本国はどう決めたか、どういうふうな約束をしたかというと、これはですね、2012年、今年が2011年ですが、来年が12年なんですが、2012年までに1990年比6%だったよな、6%削減するぞと約束したわけですね。なんとこれには法的拘束力があるわけですね、国際的な。法的拘束力、つまり、守れない場合は罰則というものがあるわけなんですね。で、実は鳩山さんが総理大臣時代に約束した内容があります。それは何かというと、なんと、2020年でしたっけ、2020年に25%削減、CO2 を1990年比25%削減と約束したわけですね。さあ、それが守れるかどうかということもあるんですが、今回の COP17 では何を話し合うかということは、
ハリ CO2 削減についてなんですけど、これについて、京都議定書、ですね、ここで決められたんですけど、京都議定書を延長するかどうか、についての議論が最も大きな議題になるのではないかと、というふうに言われております。その京都議定書がなぜこの大きな議題になるかについてですよ。今回はお話を申し上げたいというふうに思うわけでございます。ただ私は、素人でございますので、どしどしとですね、この内容については教えていただきたい。逆にですね、教えていただきたいという点もございましてですね、その辺はぜひよろしくお願いしたいというわけでございます。それではですね、私なりにこの京都議定書内容を、京都議定書がなぜ、この今回の COP17 で、議論になるか、議論対象になるかについて、説明したいと思います。これが分かればですね、今回の COP17 がなぜ話題になっているかということが少しでも分かればですね、大変、ありがたいなという思いでございます。早速始めますね。よいしょ。はい。わあ、見にくいな。相変わらず見にくいですね。こうした方がいいんだよな、見えるんだよな。まずですね、現在の世界ですよ。世界の、CO2 の排出量はどのくらいあるかというと、2010年で306億トン排出されているわけですね。まあ、この CO2 についてもいろいろ議論があって、果たして本当にこの地球温暖化については、この CO2 が原因であるかという議論も未だにあるんですけども、実際はでも、世界の潮流としてはもう CO2 ということになっているわけですね。で、こうやって国際会議も CO2 の削減について議論があるわけ、具体的には議論といいますか、討論といいますかね、いろいろ決め事を何とかやろうとしているわけなんですけども、そういった意味では CO2 ということを悪者ということで、今はもうすでに決められていると。この CO2 こそが、この地球温暖化の原因の最も大きなものであるというふうに言われているわけでございます。で、2010年にそれが306億トン CO2 を排出している。ただこれは2008年が最悪であった。CO2 排出量が最も多かった。2008年を 5% 回っているわけですね。減るどころか上回っていると。大きな問題、有識問題があるわけです。これによって地球温暖化、まあ、異常気象なんかもそうなんだろうと言われてますけど、この地球温暖化、そして異常気象、これについてはやはり CO2 を削減しなくてはいけないと。削減することによって地球温暖化防止ができるんだということで議論があるわけですけど、実際はこれが逆にですね、上回っていると。最悪2005年を回っているというのが実際です。で、ここで議論になってくるのが一番大きなポイントは、ここなんですね。では、世界各国のこの2008年で2294から5億トン発生したんですね。具体的な CO2 発生が2294から5億トン発生したんですけども、どういった国が主に排出しているか、その CO2 自体どういった国が排出しているかということなんですけども、中国が最も多くてですね、2008年度 22.1%、次にアメリカ 19.2%、次にロシア、インド、日本、ドイツ、日本は1、2、3、4、5番目に排出量が多いということなんですよ。実際はですね。そこでポイントなのが中国とアメリカなんですね。なんと、この2国でかなりのパーセンテージを占めているということが言えるわけですね。単純に計算しても20と19足したのはいくつですか？30の41でしょう。そのぐらいのパーセンテージをもう既に排出しているわけですね。ところがここで大きな問題。中国とアメリカがなんと、この枠組み条約の中に入ってないというのが大きな有識問題なんですね。はい、そういうことなんですよ。そこでまた京都議定書についての議論が出てくるわけでございます。京都議定書の延長についての議論が出てくるということです。参考までにですね、じゃあ1人当たりの排出量どうなのかということですね。全体の排出量を人口で割るわけですね。そうすると中国はそんなにないわけですね。4.9。この中で最も多いのはなんとアメリカなんですね。18.6 トン。1人当たり 18.6 トン。で、日本はどのくらいかというと、
9.3 トン。で、ドイツが9.4トンというぐらいでございまして、そういった意味で、やはりアメリカが多いと。まあ、ロシアも結構あるんですけども、一人当たりすると、やはり中国は人口多いですから、4.9%、4.9トンと、一人当たりの排出量が少ない。で、インドも 1.3%、1.3トンと、かなり少ないのが実際です。そういうことなんですね。で、次に行きますね。それでは、この延長問題となっている京都議定書。これは一体何かというとですね、具体的に言うとですね、京都議定書は2005年に決められたんですけど、その際に、この CO2 の排出量、これについてですね、実際の削減量を決めたわけですね、国ごとにですね。で、国ごとに決めて、これに法的拘束力まで持たせたというのが京都議定書なんですね。ただですね、全世界がこの京都議定書の中で、拘束されたかというとそうではないわけですね。義務付け対象となったのは全世界の 27.4%。あ、これは CO2 換算ですよ。CO2 排出している 27.4% 排出する国がですね、実際はこの義務付け対象の国となったというのが実際です。その中に日本が入ってて、日本はどのくらいのパーセンテージかというと、1990年比で、2012年までに 6%。6% ですね。CO2 の削減を 6% しましょうという法的拘束力ある中で決められたわけですね。で、それが今年の2011年ですから、来年度になるんですけど、そこでなぜ議論になってくるかというと、一応じゃないですね。2008年から2012年の間に第一約束期間、つまり2012年までに削減量を決めようということになってますので、第一約束期間となっているわけですね。ところが2013年度以降、つまり2012年まで決められているんですけど、2013年以降は第2約束期間となって、具体的に言うとですね、目標といいますか、削減義務のその数字が定められてないわけですね。2012年までは定められているんですけど、2013年以降はまだ定められてない。つまり約束期間としてあるんですが、法的拘束力ある数字はまだ決められてないわけですね。で、それでこの京都議定書のまま行くかどうかを議論が起こるわけです。要するに、この法的拘束力のある数字をですね、決めるかどうかなんですね。決めるかどうか。で、日本の立場、どういうことかというと、産業界は、まさしく産業界はどこもが反対しているわけですね、CO2 削減については。それだけ CO2 削減するためにはですね、生産活動関係ないところでの環境に対しての投資が必要になってくると。この CO2 削減するためだけにですね、実際は投資が必要になってくる。そうすると、やはり会社の利益、会社の儲けが飛んでいくわけですから、そういった意味ではかなり厳しい。というのが一つあるんですが、もう一点、原子力ですね。従来はこの原子力を使う、発電について原子力を使うことによって、本来はですね、この CO2 削減を大いにやっていこうという発想があったわけですね。ところが、地震によって、おかしいですね、ごめんなさいね。ところが、ご存知の通り、原子力というのは今後どうなるかというと、まず原子力が増えていく可能性は日本国内でかなり小さくなっているわけですね。それはある意味ではこの CO2 削減には貢献しないんですね。しない。その代替燃料、代替エネルギーとなってくるわけなんですけど、そうすると、石炭、石油、天然ガス、特に天然ガス、シェールガスとか言われてますけど、これらは実際は CO2 が増える一方なんですね。CO2 削減ができないと。CO2 削減量が、削減量なんで CO2 排出量が非常に多いという問題があって、これで果たして CO2 が削減できるのかという問題があるんですね。ただですね、京都議定書で定められたのが、発展途上国に関しては、CO2 削減、発展途上国で CO2 削減した場合には、それをお金で買おうという CDM というのはあるんですけども、お金じゃなくて時間がなくなりました。今回はこの京都議定書について、なぜ延長問題があるのかということについて説明しました。私はお分かりになったでしょうか。わからないかもしれないですね。ごめんなさいね。それでは皆さん、さよなら。ありがとうございます。さよなら。さよなら。元気で、お元気で。さよなら。シングルパイ先生。さよなら。